フレッド・ハンプトンはアメリカ合衆国の黒人社会運動家でブラックパンサー等の指導者の一人である。1948年8月30日、イリノイ州シカゴに生まれ、後に両親と共にルイジアーナ州へ移り、両親は銀行で働いた。高校時代、ハンプトンは陸上競技で優秀な成績を収めた。大学時代に 全国有色人工場協会に加盟していたハンプトンは卒業後にブラックパンサー等に入党し、カリスマ的な指導力で有名となり、イリノイ州の代表に選ばれた。彼は党を指導したほか、プエルトリコ人の自衛組織、ヤングローズや白人低所特層の政党ヤングパトリオットのオールグを積極的に行った。1969年12月4日の夜、ハンプトンの行動に、 危機感を抱いていた地元警察はブラックパンサー等と敵対関係にあった連邦捜査局と共同でハンプトンのアパートを襲撃しベッドで寝ていたハンプトンと党員の一人マーク・クラークを射殺したこの際警察側はハンプトンが先に発砲したと公表している生前彼は言語学者思想家のノーム・チョムスキーからブラックパンサー等の中で最も才能があり 前途有望な指導者の一人と評価された。ありがとうございます。